H. コロナ禍の影響もあって、昨季は声出しにも制限があったからね。各チームのパフォーマンス前に会場の皆さんがカウントダウンをしてくれるのが恒例なのですが、その声援の大きさにビビりました、笑 T. その一方で、初めてダンスの大会を訪れるような初心者でも楽しめる空気なのがいいよね。D. リーグの面白いところは、大会を観覧している視聴者が、 会場でも外からでもアプリでジャッジメントに参加できるオーディエンス投票制度があるところこの投票の結果がチームの明暗を分けるくらい重要なんです H、最初は難しいことを考えずにどっちのチームが面白かったを直感で判断するだけでも OK 友達や家族と勝敗の予想を立てるだけでも十分に楽しめると思いますそのうち このチームのこのダンサーの動きがかっこいい。なんて D リーガー個々人にも焦点が当たってきたりして。実際、ダンスに興味がない友達を誘ってみると、結果的にはまっちゃうことが多いんですよ、わら。T、ラウンド終了後には、会場では D リーガーたちの、お見送り会、もあるしね。実際にお客さんと接すると、老若男女から愛される大会になってきたんだな、と感じます。 笑いもあれば涙もあって、ラウンドごとに何かしらのドラマが発生する。すべてのエンターテインメントが詰まっているのが D リーグなんです。H、衣装や音源なども含めて、すべて自分たちでやっているからこそ、どのチームも細部にまで覚悟が宿っているというか。配信でもチェックできるけど、できれば会場を訪れて、せいで見てもらいたいよね。特に最前列に近い席なんかは、 僕たちの緊張感がダイレクトに伝わると思います。t、今シーズンのラックスは新たなメンバーが加入したことで、表現の幅も一気に広がったのが見どころです。チャンピオンシップに進出するという目標を前に、日々頑張れています。ルーメン、ラックスのファンネーム、の皆さんに最高の作品をお届けできるよう、これからの全ラウンドを駆け抜けていきたいです。h、個人的な頑張りどころは、 ラウンド10が開催される3月10日。もちろん全ラウンド本気で挑みますが、実はこの日が僕の誕生日なんですよ。相手は昨季の優勝チーム。勝って記憶に残る誕生日にしたい。写真左、多2004年1月20日生まれ、京都府出身。5歳からダンスを始め、2019年に D リーガーとしてスカウトされセガサミーラックスへ所属。 昨シーズンからはリーダーとしてラックスを牽引する存在に。また同シーズンにはモストファブダンサーを受賞するなど、プレイヤー個人としてのスキルも高く評価される。今年8月、ザジェットボーイバンガーズのメンバーとしてメジャーデビュー。ドライバーズニット75,900円、シュガーヒル、林デザイン事務所テル、090の4737の1,805、 ワイドパンツ59,400円。コール、ダフテル、03の6303の2,591。シューズ85,800円。パラブーツ、パラブーツ青山店テル、03の5766の6,688。写真右、日向た2005年3月10日生まれ、大阪府出身。台湾でダンスをスタート。在住していた小学校5年生までの間に、 香港アーティストのサポート出演や、現地のダンスバトルで準優勝を果たすなど、キッズダンサーとして活躍。D リーグ初年度では最年少 D リーガーとして人気を博し、昨季、モストファブダンサーにノミネート。今年8月、ザジェットボーイバンガーズのメンバーとしてメジャーデビュー。カーディガン4万7300円、トップ3万9600円、共にテンダーパーソンインフォアット、テンダーパーソン .com。 ワイドパンツ59,400円。シュタイン、エンケルテル、3、6812の9897。ベルト44,000円。セブシブ、サカス PR テル、03、6447、2762。グローブ39,900円。リコール、エスティームプレステル、03、5428の0928。シューズ9 9 0 0 0円。パラブーツ、パラブーツ青山店テ,テル。 03-5766-6688平均年齢は23歳。スター候補の揃う人気チーム。二人が所属するチーム、セガサミーラックス。2020年 D リーグ初年度に結成され、国内ダンスバトル大会でも実績を残すキャンドゥーをディレクターに、精鋭12名で編成。昨期にはモストファブチームにも輝き、人気もピカイチ。 勢いあるパフォーマンスで、今シーズンの活躍にも期待。23から24シーズンスケジュール2023年15分の12、金曜日ラウンド4と28分の12、木曜日ラウンド52024年12分の1、金曜日ラウンド6と28分の1、2ラウンド7と8分の2、木曜日ラウンド8と25分の2、2ラウンド9と10分の3、2ラウンド 天三月21日、木曜日ラウンド、1 1四月7日、2ラウンド、12と3分の5、金ラウンド、13と19分の5、2ラウンド、14と9分の6、日チャンピオンシップ、アンアン、2023年12月6日号より、写真、宮崎健太郎スタイリストイ田信ブヘアメイクレーナ取材、文、高木望バイアンアン編集部、